え、おい、おい、今の決めましたね。ちょっと待って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 、何が何が何が、6点分はうちやぞ。いや違う、言い訳になってない。そのうちの6点はうちやぞ。じゃ佐々木さん今、12点ぐらい自分で入れてる。12点もう勝ちやけどな。本当なら勝てるかもしれんでも、普通にマイナス5ぐらいしていいっすか。ダメに決まってんだおかしい。やっと来た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 、これでこれで喜んでほしくないわ。これで喜んでほしくないで。いやいやいや、勝利は勝利なんだが、あ、やって、よし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 、やばい、来てる。待って待って、落ち着いて落ち着いて、ガードガード、ディフェンス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 、あーあれ、佐々木さんのディフェンスって自分で入れることなんですか。これみんな審議やわ、これはな。え、何がおかしくないですか、普通に考えて。いや、おかしいな、お前の挙動だろ。6点ぐらいうちが入れてあげたのに喜んでるこの男をどう思いますか。あのさ、それで言ったらお前自分で入れてた。優しいよな、佐々木が。いや、優しいな、お前自滅しただけだぞ。ね、いや納得いかないわ。なんなんだ今の。ほう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 、あー、ぴったりゴールばっかしてそういうゲームだからね。いやいやいや、分かってないっすね。え、何がすか。うわうわうわ、おもんな。いや何これ、全然バン回ってこないけど。はぁはぁなんだよこれ。どういうことだよ。どういうことも何を、今この画面が現実だが。はぁ、あ、何これ。え、あ、そこに行かなかったみたい。あー、うーん、うーん、それ意味あんのかな。え、何が。それってぴったりゴール1個ぴったりゴール意味あるかな。ぴったりゴールはやっぱ自分のターンが、あの、どうあがいても1ターンに1個しか自分横取りしてない限り置けないんだけど、ずっと1個ずつ置けるから、やっぱ早くやれよ。あったよ。うわー8個もたまっちゃったな。そうだな。うわー、あ、なんか、え、うーん、この8個は大事に取っておきたいと思う。なるほど。あ、お、いやー、気づいちまうか。こういうことなんですよね。さすが、さすが佐々木さん。こういうことなんですよね。いや、さすが佐々木さん。やったー。いや、鋭い。やっぱ。ここから始まるぞ。手が、うちの。手が違うわ。おーい。うちの大切なって言ったよな。佐々木さんわざとっすかこれ。心痛まなかったの。いや、全然。うえー、お前のかわいそうな青のボール。うちが引き取ってあげよう。いやー、取られちまったな、それは。それは痛い。あ、いらねえ、いらねえ、そのやついらねえ、いらねえ。そんなやつ呼ばわりで笑うんだが。あー、でもこれどうするんだ、うん、ちょっと遊ばせておくか。あっ、バカめ。いや、やべ、取られちまったよ、最後のやつ。バカめ。いや、やべ、どうだこれ。いや、これ負けたな。最後の4個、こっちですよ。最後の4個、うん。いや、落ち着いて落ち着いて、大ファン早いですよ、お客さん。大ファン早いんで。あ、いや、でけえ音が怖えんだけど。じゃあ、お前、次はヒット&ブローで勝負だ。あ、言っとくけど、それ私超うまいですよ。マジで。もちろん俺もこれ結構得意だよ。頭いいんで。なるほど。メモ帳使っていいっすか。ダメに決まってんだろうが。ダメなん。てか、いや、いいよ、じゃあ分かった、メモ帳分かった、使いな。ああ。で、これむしろメモ帳いるのか。ああ、分かってないっす。ああ、そういうことね。いろんなパッ、ね、ガチでガチで紙の音聞こえたんだけど。メモ帳使わせていただきます。分かった。自分が答えに近づきすぎると、相手に正解を出しすぎちゃダメなんですよね。そうなんす、そうなんす、そうなんすよ。これはいけるぞ。うん。行きましょうか。頭フル回転だ。お、いいね、後手の方が私好きなんですよね。後手？ああ、そういう置き方？あ、やべえ。これマジで？まあ、でも分かんないからな。まあ、確かに確かに。
ちょっとやっていいですかこれを。あ、いいよ。おい、うわぁ、それで正解したやん。待ってください、ちょっと待って、いや全然、いやちょっと全然、いや全然全然わからん、いや全然わからん。あー楽しいなー、楽しいな、遊びたいぜ、神ゲーだな、ヒットアンドベロ。こんな神、佐々木メモ帳役に立ったか、役に立たねえよ。いらねえよ。いやナイスアシスト。なんだよこれ、瞬殺だったけど。ひどいよこれは。でもひどい。いいですか、別に。あー、うまい手だね。しかし佐々木の相手ではない。 あ、見破られてますかこれ。余裕です。なるほどね。まあ、どっちをこうかな。まあ、これ縦ダメだもんな、うちもな。うちもそろそろ攻めたいんですよね。あ、なるほどね。んここやん。おやおや、おやおや、え、おやおや、マジ佐々木さん、まさかこれ、え、勝ちを確信されたんですかこれ。勝ち確信しましたけども。マジか、佐々木さん。なるほどね。勝ちを確信されたんですか。ちょっと待ってほしい。何が。あー。まあ、いったん見逃してほしいさもありますね、うちは。いったんちょっと見逃しません？いやいったん見逃しません？そういうルールないんすよね、この。いやいや、そういうなんか待ったってあるじゃないですか。あー、ありますね。一回だけ待った使ってもよくないですか？一回だけ。いやでも五目並びには、あの、お願い。いや、ないじゃないですか、佐々木さん。いや、一回だけ。いや、佐々木さん頼む。佐々木さん一回だけ。佐々木さん一回だけ。佐々木さん、あの、待ったボタン、一回だけ待った。いや、待ったボタンないんで、いや、特別ルール、ここで。ちょっと、任天堂さんに、任天堂さんに今からお願いしてもらって。屋敷図さんにお願いしてるんだけど、もう。いや、日頃の感謝の言葉で、山ガチャの番組がまた一緒にできますようにという願い。ここで待ったをしてくれないと継続しませんよ、私。いや、待ったボタンがないんですよね、佐々木さん。でも、待ったしてくれないと私もう、番組降りますって言ったらどうします？はたく。どうします？はたく。はたく。でもなでもこんな勝ち方あるか。いや、そこ僕並べってそういうゲームでしょ。いやー、待ってほしいやったな。待ってほしいな。屋敷図はいい男だからな。屋敷図ブサイクブサイク。小学生並みの罵倒やめてもらっていいですか。だから彼女いないんだよ。うるせえんだよ。だから囲碁将棋部なんだよ。うるせえ。囲碁将棋部、全国の囲碁将棋部に謝れ。全国、屋敷図がこんなことしました、どう思いますか。いや、俺がやったんじゃないです。みんな泣いてます。俺がやったんじゃないです。みんな泣いてますよ。佐々木が下手くそなだけです。はぁ、泣いてますよ。全国の男女が、男女、女子高生、高校生が涙してます。お前の弱さに。違う。大人の汚さです。勝手にお前が自立しただけですよね。これが大人の社会だよ。みんなニートになろう。いや、ニートになろうって言っても経済回せ。これが大人だ。働け。大人だ。働け。これだから日本がやらんだ。うむ、わかりました。
しゃあ行きましょう。ボコボコにしてやる。来な。しゃあ来い。ういっういっ、内側からっすよね。あ、で俺が青だね。ういういっ。お前それ、お前それやめろ。口は勝つしかないんすよ。フェイントにはかからない。ちょ待って待って、これされたらどうしようもなくない。どうかな。これされたらどうしようもなくないもん。えありした。えはい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 、どっちどっちこれ、どっち、ドローなんて、ドローなんてあんの。もう一回やりましょう。いやもう一回やろう、これは。もう一回やる。ドローなんてあるんだ。勝ってやる、勝ってやるわ、勝ってやる。ちょっととどめさせてやりますわ。あ、それ今のちょっとずっこくないですか。フライングしてません、フライングしてません。いやフライングなんてねえだろこのゲームに。騙してきますね、騙してきますね。なん、何のことですか。ちょ、カード入れ、カード解けや、カード解けや、カード解けや。よっしゃーよっしゃー、はい勝ち、はい勝ち、はい勝ち。うわーくそーくそー、許せねーよー。いや申し訳ない、いや殴り合い強えわ。やっぱ殴って楽しいんですか。ボクシングだろこれは。さっき殴られた、痛かったー。はいはいはい、同情さそうでやめてもらって。ちょっとみんな殴られた。殴られた、どう思うのこの男。あの音声だけで聞いたらマジで勘違いされるの、やめてもらっていいですか。痛い、やめて。おい痛いよー。手叩いてるだけだろ。みんなドンキーコングじゃねえんだからやめろ。誰がゴリラ。やめろ。